こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日はですね、このグラブのバックスタイルのうち、このタイプファーストバックについてのお話をしますね。それではどうぞ。はい、今日見ていただきますのは2006年に発売されたAロッドモデル限定の復刻モデルですね。ファーストバックのロゴもこれ復刻で入れてありますね。ファーストバックモデル US パテントナンバーが入ってますから、今のパテントは特許はね切れてるんですけども、このファーストバックというスタイルですね、ローリングスさんが生み出したものというふうなことなんですね。はい、ファーストバックといえばこのバックスタイル流線形の手首まですっぽり包み込む、フィットの良い、グラブスタイルということになりますが、次にですね、このファーストバックという名前の由来をお話ししたいと思いますね。はい、じゃあ見てみましょうか。ファーストバックというのはスポーツカーのスタイルですね。この部分のフォルムを指して言ってます。グラブのファーストバックに似てますよね。流線形ですね。これがファーストバックともともと言われるものですね。はい、どうでしたか？野球のグラブなのにスポーツカーからヒントを得ていたというのは非常に興味深いことですね。はい、スポーツカーもフィールディングもですね、スピードということでは共通しているのではないかと思いますね。はい、それでは皆さん、さようなら。